ハドソン海底国ハドソン海底国とは北アメリカ大陸東部を流れるハドソン川が川口部に形成している三角州の外側を岸部としそこから大西洋の海面下に見られる大陸方から新海底へと侵食作用によって刻まれた海底に存在する谷であるこの付近の海底にはいくつもの同様の地形が見られる中でハドソン海底国は規模が比較的大きい その成因はかつてのハドソン側の侵食によるものである。ハドソン海底国とその周辺の海底地形、付近には何本も海底国が存在している。その中でハドソン海底国は北西から南東の方向へと特に長く続いているのが見て取れる。ハドソン海底国が存在するあたりには何本もの海底国が概ね北西から 南東の方向へと走っている。この付近の大陸斜面のシャドですら、だいたい3から5程度で、その他の部分のシャドに至っては0.5から1.2と緩やかであるのに対して、この付近に存在する海底国は、どれも谷の上から谷底へのシャドは、一般に5から25程度の間である。ハドソン海底国は、古代のハドソン川が侵食したことによって形成された谷であり、 その全長は400回りを超えている。この海底国は大陸斜面部分での谷の幅が0 8トルから1 2トルの間、谷の上から谷底へのシャドウは10から15ほどで、谷底の幅は2 0 0ルから9 0 0ルほどの規模である。なお、この付近における谷底部分の大陸から深海底へと向かう方向のシャドウは1.5ほどである。 その先の深海底への続く緩やかな斜面、すなわちコンチネンタルライズと呼ばれる場所にもハドソン海底国は続いている。コンチネンタルライズの上部にあたる水深2200メートルから水深3000メートルの区間では谷の幅は2.5キロメートルから11キロメートルの間、谷の上から谷底へのシャドウは1から8ほどで、 谷底の幅は200メートルから2100メートルほどの規模である。なお、この付近における谷底部分の大陸から深海底へと向かう方向のシャドウは0.6ほどである。そして、コンチネンタルライズの下部にあたる水深3000メートルよりも深いところでは、谷の幅は4.5キロメートルから5.5キロメートルの間、谷の上から谷底へのシャドウは10から20ほどで、 谷底の幅は500メートルから2200メートルほどの規模である。なお、この付近における谷底部分の大陸から深海底へと向かう方向のシャドウは0.5ほどである。以上のように大西洋の深海底まで続いている。ハドソンキャニオン、ハットマッピングザ・アンノーン、シーフロアマッピングハット ABCDEF、フィジーグラフックカレクタースティックス・オブ・ハドソンキャニオン。 ありがとうございます。